今日のドボーンって動かしてるんですよね。なんかちょっとね、今日なんかあったでしょうかね。あったでしょうかね。今4時17分です。かなり遅いです。さっきもね、さっきもなんかゆっくり進んでてね、今日も今もゆっくり進んでおります。これはタマプラザで、タマプラザで追い返さなきゃいけないから。とね、検討しちゃうんですけどね、まあ大丈夫そうなんで、まあ納得します。今にも止まりそうなので止めたりですかね。まだ止まっちゃいません。ただいま、駅で駅非常停止ボタンが操作され、安全の確認を行っております。その運転者速度を落としている点をしております。第1駅で非常停止ボタンか。ご作動だったらいいんだけどな。タマプラーザ、タマプラーザです。タマプラーザを出ますと、あざみ野に止まります。降りの際は、足元にご注意ください。間違えて押された方がね、僕はいいんですよね。大丈夫だったらいいんですよね、僕は。なんとかタマプラザにしました。かなり痛いが狂っております。もう前が本当に雨で見えませんしね、本当に。本当に大丈夫かなって思いますがね、まあいいでしょう、まあ参りましょう。日本語が入るってあんまりないですよね、さすがに。さすがに近っ。ああ、もうこんなところか。そんなところか。もうそんなところか。さっきから背中がメトロとしてたまらないんですよね。なぜでしょうかね、これも。時刻通り運行してもらった方がいいんですよね、本当は。本当はですよ。まあでも仕方ないんですよね。時刻通り運行できない時もあります。まだまだ足りございます。
方だって意外に多い気がするんだよ。自分たちですかね。なんか青方だ多い気がします。中央林間まで多分通します。という場所でね、そろそろね、中央林間に、ね、到着しようとしております。あ、地下なんですか、ここは。初めて知りましたね。初めて知りました。てか、ここに来るの初めてですからね。着駅は大体そうでしょうね。ああ、そういう、そういう、あ、そっちね、やっぱり、そっちですか。あ、びっくりした。一瞬、ね、とりあえずなんとかしよう。とりあえずね、中央林間、これはひでえ。よほど雨降ってたんだろうな。見えますかね、ちょっと。あ、もうなんか三線構造になっております。ここは微妙に。お待たせしました。1番線から19押し上げ行きが発車いたします。早っ。もう準急、早いな。到着しても間もねえぞ。早いな、めっちゃ。これはもう、これは次の電車に乗りますわ。いきなり準急とか言われたからな。早すぎね、さすがにそれは。さあ、すぐ鳴らしたからさ、びっくりしました、一瞬。本当に。今40分ですね。2分遅れで到着の、到着、3分遅れです。たった今41分になりましたのでね、3分遅れになりました。でね、ここのね、列車はもう、そもそもここはもう列車も、あの線路がもうないんですね。なのでね、しばらくここはね、到着する列車はね、ありません。しかし中央林間がね、あのね、あれとはね、初めて知りました。
ここまでですよ。めっちゃくちゃ濡れてんな。ここまでじゃないともうね。まあ少しだけ伸ばしてるらしいですけどね。さすがに何の役に立ちません。ゴーマ土切ったら多分もう新しいもうなんかもう絶対なんかあの元炭を引き込むみたいになりますよ。嫌ですよね、嫌ですよね、嫌ですよね。あー寒い、寒いなさぎるまで、なんかね急行の待ち合わせするって欲しいですのでね、しばらくちょっとね、急行の列車に乗ろうと思っております。今はね、4時ですね、4時41分ですね。払わねえといけないのかな、めんどくせえよ。そういうわけでね、たった今ね、今ね、来たんですよね、これね、両方ともに今、半蔵門線のね、電車でございます、東京メトロ。これはね、ちょっと珍しいです。珍しいっていうかね、まあ、運用上あるかもしれませんがね、まあ、ちょっとね、今日はね、まあ、なかなかね、いいもの見れたと思います。やっぱ声、ここ、地下だからさ、あんまり、声がね、聞こえないですよね、自分の声が。なのでね、ちょっとね、何言ってるか分からなくなってしまうんですね、たまに。なので、それ防止のためにね、ちょっと大きい声で喋ってしまいました、すいません。というわけで、ちょっと乗りましょうか、また。別にそんなすぐ発車するわけでもないのでね。そうでね。というわけでね、乗ります、こっちに、今度にこっちに。あ、疲れた。誰も乗ってなさそうだな。なんとなくだけど。消火栓、ないですね。あ、消火栓、そこか。びっくりしました。急行はあまり停車位置が少ない、多くもないですよね。まあね、その分ね、こっちらね、逆にね、車両が少ないんでね、いいとも思います。ですがです。しかしですね、東急ね、庭園としては運行数がね、本数は多いのかな、多い方なのかな、わかんないけど、まあ、全電車ね、重量編成なんでね、素晴らしいですよね。
そろそろね、急行がね、走るってことなんでね、もう乗っております。まもなく発車するってことなんで、ことなんだね。どちらろどちらろか。あ、そっちですか。確かに長瀬でね、待ち合わせするって言ってましたからね。確かにそうかもしれません。ですがね、さすがにね、2分足らずでね、発車するのは早すぎると思いますね。さすが東急ですね。早いですね。出発するのが早いですね、やっぱり。いや、今はね、遅れてましたからね、電車。なので、ね、それもあるかもしれません。またね、どっかね、まずどっからね、どっかの鉄道会社ね、ドリフトさせるようなねじり、ドアチャイムでした。ドアチャイムでした。本日も東急田園都市線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車はアンドロイド線東武スカイツリーライン直通急行南栗橋行きです。とりあえずもうね、しばらくね、この辺乗ってて、神保町まで行って、そっから津田まで行くっていうね、方針に変えました。次は長津さんに止まります。お客さんにお知らせいたします。先ほど江田駅で線路上の安全確認を行った影響で中央臨海先ほどの駅はね、南町のあたりでございます。
JR 横浜線が折り返えです。こちら左側です。各駅停車は久喜駅に折り返えができます。大崎さんにまでも各駅停車に折り返えができます。南山市は青葉台に停まります。夜行分遅れで到着です。急ぎところご迷惑をいたしました。申し訳ございません。